乾杯。坂賞日本史学講師酒ディプロマ SSI 研究室専属テイスター4冠達成の吉川明です。さあだいぶ YouTube 更新ご無沙汰してました、すいませんねということで今回はだいぶ空いてしまいました。近況報告をさせていただきます。さあ皆さんこちらご覧ください。すごくインパクトありますよね。そう、全国燗酒コンテスト、こちらの審査員この間させていただきました。夏にですね、東京の学士会館でなんと全国燗酒コンテストがあったんですけれども、まあ、審査員がおよそ50人ぐらいいまして、その中吉川明選んでいただきました。まあこういう審査員ね、初めてさせていただいてすごく光栄だったんですけれども、体力いりますよ。そうですごいね、あのいわゆるその出品酒、試験酒っていうものがね、もう全国から送られてくるんですけれども、で私はおよそ100種類ほど日本酒テイスティングさせてもらいました。と言っても100種類全部飲み干してるわけではありません。飲み干してるともうあれよあれよとえらいことになってしまうんですけれども、はい、ちゃんとね、あの5段階評価があるんですけれども、あの5段階評価させていただいて、面白いのがですね、もう2分間隔ぐらいでもう次から次へともうお酒がねこう入れてくれるわけなんですけれども、まあ、これがもうわんこそばを食べている感覚です。もうじっくりねこうゆっくりと味わってコメントを書く、書いてたら次のお酒っていう感じで注がれてくるので、まあ、最初はちょっと手こずりましたけれども、だんだん面白いなと思いながらテイスティングさせていただきました。で部門がお値打ちぬるか部門とか、お値打ち燗酒部門とか、プレミアム酒部門とか、特殊ぬるか部門という、まあ、4つのそのジャンルがあって、そのジャンルごとに、まあ、温度変えたりとかお酒のテイストがねちょっと変わってくるわけなんですけれども、まあ、全体的にすごくレベルが高かったです。もちろんブラインドでテイスティングしているので、どのその銘柄なのかは全くわからないままテイスティングしています。なので好評に皆さんね、審査員の方は評価しているかと思います。でこう記念にこういうねトロフィーのようなものをねいただけてすごく光栄で、で面白いのがこうね、1号の蛇の目のおチョコなんですよ。これなみなみねこうお酒入れると1号入るんですよ。これまあインパクトありますよね。このままこうお酒入れて飲み干したい感じがするんですけれども、すごく貴重な体験をさせていただきました。ちなみにこちらの結果発表はですね、全国燗酒コンテスト、こちらの公式ホームページに掲載されてますので、気になる方はぜひご覧ください。さあ続いてなんですが、吉川明初めてのプライベートブランド酒が出ました。そう、佐大陣純米吟醸白妙限定折り絡みです。はい、実はですねこれ今年の8月の4日にもうプレ販売をしたところなんです。でもう残念ながらですね、まあ、ありがたいことにもうプレ販売は完売しました。もう1ヶ月経たないうちにですね、限定120本だったんですけれども、すでに完売、買っていただいた方本当にありがとうございます。でですね、まあ、本格販売が来年、まあ、早ければそうですね年明け、ちょっとわからないな、まあ、3月か4月ぐらいかなと思います。その時はですね、あのプレ販売ではなく本格的な販売なので、限定300本になる予定です。はい、でこちらはですね、群馬県のその大利根酒造さんで作っていただいているお酒です。はい、
でこの限定折り紙なので薄くちょっとね、白濁していますので白タエという名前命名させていただきました。でこのデザインもですね、サダエ人のラベルがあるんですけれども、そこに、月とか、ウサギちゃんがこう描かれてますの でそれもちょっとモチーフにしながら吉川秋バージョンでデザインしていただきました。はい。でこれもそうですね、来年はこの折り紙のタイプと折り紙でない澄んだタイプと両方ついで販売予定です。なので折り紙が限定300本、そして澄んだバージョン、折り紙じゃないバージョンですねが限定300本、300本300本のトータルで600本、吉川秋のプライベートブランド種で丸々ワンタンク仕込んでもらう予定でございますので、で私もですねちょっとその折に触れてスケジュールを開けて一緒にね作りの方も入れたらなーなんて思っています。はい、またそのあたりの情報もお伝えします。ちなみにこのお酒どんな味がするのか気になりますよね。そう、その香りはですね比較的その純米吟醸なんですけれども穏やかです。なので食事に合わせやすいタイプ、もちろん食中、食前、食後でももちろんいいんですけれども、とにかくお料理に合わせやすいのが特徴です。で柔らかな甘みと旨味が特徴で、後味が綺麗なタイプなんです。で和食全般合うんですけれども、私はねチーズと相性がいいなって思ったり、洋食と意外とワイングラスでね、合わせて飲んでいただけると嬉しいな。ちょっとシュワシュワのビタン酸感も感じられるんじゃないかなと思いますので、皆さんよかったら来年ぜひ飲んでみてください。さあ続いてはこちら、なんと去年から大好評いただいています、私がプロデュースさせていただきました奈良県の今西製兵衛さんの春鹿秋でございます。私の名前秋が入っているんですよ。すごい思い入れがありまして、純米吟醸生原酒です。でもう去年はですね、初めての段階だったので味どうなるかなと思っていまして、で限定380本だったんですけれども、今年は春にですね限定650本で販売させていただきました。これもですねもう本当に4日5日ぐらいで完売、おかげさまで。はい、買っていただいた方ありがとうございます。でですねこの度10月の1日、そう10月の1日というと日本酒の日です。その日にですねなんとその春に絞ったお酒をですね瓶詰めして、で秋までですね氷温庫で、春鹿の小倉さんの貯蔵庫でずっとこう保管していただいてた秋タイプです、そう秋出しのお酒が販売されます。10月の1日にマイナス7度のこう氷温庫でですね大事に大事に保管していただいていました、この秋出しのお酒限定450本ぐらいかな。ちょっとね正確な数字はちょっと定かではないんですけれども、400本から450本ぐらい秋で出せる予定です。はい、でこの間ちょっとそのお酒秋出しのタイプをねテイスティングさせていただいたんですけれども、味がすごく柔らかくてまろやかになって、で本当に秋の味覚、そして冬の味覚に合わせていただけるとすごく美味しいなと。で後味が本当に綺麗ですね。でコンセプトはちょっとね前の動画でもお伝えしたかなと思うんですけれども、究極の食中酒、甘み酸味旨味苦味のバランスがいい、でその中でもちょっと酸味とその旨味に特徴があるタイプです。でアルコール度数がその原酒で15度未満となっておりますので、グビグビ飲めちゃう危険なお酒という裏コンセプトを掲げております。はい、でこれもいろんなお料理と合わせていただきたい、ワイングラスが一番おすすめなんですけれども、ぐい飲みとか
おチョコで飲んでもらうとよりうまみが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。さあ、先ほどご紹介しましたシロータエとハルシカ秋、どちらも私の EC サイト酒あきずストアで買えますので、よかったらご覧ください。で、10月1日予約受付開始はハルシカ秋の秋出しバージョンです。で、シロータエの方はですね来年です。で、ハルシカ秋の新酒バージョンもまた仕込む予定でございますので、それも来年でございます。とりあえず10月1日には予約受付開始の予定でございますので、ぜひ皆さん買ってください。さあ、今回は近況報告というよりもちょっとした宣伝になってしまいましたけれども、皆さんチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。メンバーシップの登録もお願いします。以上、日本酒女子の酒講座でした。またねー。